はいみなさんこんにちは、かいかいです。このチャンネル長らく見てくださっている方にとっては、まあ、記憶に新しいほどではないにしても、このプレイステーション5の液体金属を利用した冷却に関する特許というものは覚えていらっしゃるかと思います。それに関する解説動画かなり長いやつをうちのチャンネルでも出しまして、一応総括しますと、こういう感じの特許が存在しまして、この特許の内容っていうのが、プレイステーション5を液体金属を利用して冷却すると、 チップから出てきた熱をちゃんと放射する、えー、放熱するためには、えー、このチップから出てきた熱をこのヒートシンクに効率よく伝えるただしこのチップとヒートシンクの間の接着っていうのはまあ微妙なものですからそこをちゃんと熱的に接続するためにはここに何かしらの熱伝導性の高くて、えー、広がりやすい液体を入れる必要があります通常は、えー、サーマルペーストとか、ね、サーマルコンパウンドとかそういう呼ばれるものを使うんですが 液体金属の方が熱伝導性が高いのでそちらの方がいいっていう話があるんですよ。ですが、液体金属というものは熱伝導性と一緒に電気伝導性も非常に高く、これがこぼれてしまったりすると、一気にパーツがショートしてしまったりして、えー、ぶっ壊れてしまう。まあそういう心配が存在するものでもあるんですよね。で、この特許は、その液体金属を、えー、そういう安全への危険性を排除した状態で活用する。これについての特許でした。 なので、え、PlayStation 5はもしかしたら液体金属を利用した冷却を利用するんじゃないかっていう話が出てきておりました。で、その動画の中ではちょっと正直、ちょうどな、なんて言うんですかね、あの、直接何言ったのかははっきりは覚えてないんですけども、多分ざっくりとして言ったのは、こういうものが搭載されればすごい嬉しい、みたいなことを言いましたけども、実際のところ必要ではない。 とも思っておりました。それを動画の中で言ったかは別として必要ではないと思っておりました。その理由が、まあ、その時点で分かっていた限りの PlayStation 5の電気の消費量っていうのが、えだいたい 250W から 275W 程度になるだろうっていう風な予測がもう立っていたんですよ。で、それを元に考えると、PlayStation 4シリーズ、えー、PlayStation 4、PlayStation 4スリムプ PlayStation 4 Pro、あとはその 間にそ、あ、あ、間に存在する、え、いくつかのバージョン。そういうものを考慮すると、まあ別に 250W 程度だったら、特に p l a y s t a t i o 5が大型化しているのを考えると、まあ必要ないと。そんな液体金属みたいな特殊な冷却は。で、それに加えて、じゃあ p l a y s t a t i o 5の大型化っていうのはおそらく、冷却効率を上げることによって、より熱いチップを冷却するのではなく、同じ熱量のチップをより低い音量で冷却するためにやるんじゃなかろうかっていう風なね、予測も立てておったのです。が、 ついにプレイステーション5のイベントでいろいろ公開されましてそれと同時にプレイステーションブログだったかな、A、PS ブログこちらの方で新しいスペックシート的な部分も公開されましたこの記事ですねでこれを見てあると何を書いてあるのかっていうと,、まあ、値,段と値段とかも公開されましたがこちらの方ですね、えー、どこだどこだこの辺あったあった はいえー、パワー,、えー、パワー要は電力ですね。えー、この電力っていうのが、プレイステーション5、350W。で、デジタル版が 340W。まあ、この辺はディスクドライブによる 10W の差だと思いますけども、350W 消費するんですよ。で、これ、ちょっと私も間違えてたっぽいんで、ここで訂正しておきますけども、あのー、 3 5 0トっていうのが2 5プで割るときれいに140になるんで、まぁ、あ、140のために、えー、1 4 0トの地域のために350にしているのでって実はそんなに使わないんじゃないかろうかみたいなね、えー、ことを言っておりましたが、多分まあちゃんと350使いそうだなっていう話になっております。まあ うちのチャンネルでは引き続きサモアのことはネタにしていきますけども、それはさておき。ま、皆さんでサモアに行きましょう。はい、それはさておきですね。逆に言うとですよ、サモアに行けば、サモアに行けば 140×7 使えるんで、でもね、サモアに行くんですよ。サモアに行ったら1 4 0 × 7アンプで 980W 使えますからね。ま、そんなことどうでもいいんですけども。あの時、ウィキペディアを開いて、そこで、 えーっと C7 コネクタ。まあメガネ型とか言いますけども、えー、C7 コネクタの、えー、規格として2 5アンプだから、まあ、 日本の 100V で 2.5A と考えると 250W 使えるっていう計算になっていたんで、それを元にいろいろ考えていたんですけども、実際のところ、あれ 7W ぐらい通るらしくて、その辺の規格の違いっていうのがなぜ存在するのか、まあ、なぜ Wikipedia のページに表示されてなかったのか、そういう、そういう他の要因がどういうふうに入ってきているのか、ちょっと気になるところですけども、とりあえず、PlayStation 5は 350W 使うぞという話です。となると、また液体金属の話に戻るんですけども、 そうなると、液体金属を使うのも納得のいく話になってくるんですよね。PlayStation 5の熱的なデザインとかも考えると、まあ、かなり大型化していることによってヒートシンクの面積も増えたり、あとはより大きなファンを搭載できたり、そういうことをすることによって冷却効率はもちろん上がっていると思いますが、ただでさえ PlayStation 4世代っていうのはめちゃくちゃうるさかった。 たのにまあ大型化したことによって冷却効率上がっておりますけども冷却効率を上げた上で、えー、熱の消費量熱の放熱量、えー、それも増やしてしまうとまあお互いどっこいどっこいになって結局うるさいままになってしまうんでそこの放熱効率をさらに一段階上げるためのもう一つの何かの要因が必要になると思うんですよなのであの特許が発表された時点では私の中ではもう完全に あれば嬉しいけども、必要はないものだし、搭載される可能性も低いだろうっていうふうに考えておりました。が、この 350W という数字を踏まえますと、普通にこの 350W をなんとか放熱するために液体金属を使う可能性あるんじゃないかと思います。まあ、それに関しては、えー、より詳細な情報、まあ、内部の公開、そういうものが出てくるのを待つ必要があるんですけどね。 それと、ここからはちょっと話題を逸らしまして、ここで出てきた情報をもとに分かる RDNA2 に関することをいくつか話していこうと思います。で、いろいろ、まあ見えることはあるんですけども、とりあえず p l a y s t a t i 5のチップっていうのが 350W を使うっていう計算のもと、ここからですね、PSU のまあ電源の効率を大体いい90%ぐらいであると仮定します。まあ、んえー、っとね、350×0.9 ですね。 あのなぜこれするかっていうと、まあ、大体あのこの AT プラスの、えー、企画を見てやるといろいろあるんですがまあ PlayStation 5の中にものすごく効率が高いやつが搭載されてるとは考えられないので大体平均的なところとしてゴールドでゴールドの平均値がだいたい90%ぐらいなんでそれをあくまでも例としてとっております別にそうであると言ってるわけではないですが、まあ、どこか あの開始地点計算の開始地点が必要ですので、でそこからディスクドライブが 10W 使うっていうのを考えた上で、えー、ここで 305W 残るんですよね。これがチップであるとか SSD であるとかそういうものに使われていくんですが、まあ、大体今までかなり言われてきていたのが CPU 部分が 50W 程度使うだろうっていう話、で、ここからさらにそれ以外の部分が何をどんくらい使うかって話になってくるんですけども、とりあえず、えー、そうですね。 SSD が数 W 使って HDD は搭載されてね、ファンも、ファン数 W も使わないか、まあファンもちょっとだけ使う。とりあえず最低でも 5W は使うと思います。もちろんそれ以外の部分で、えー、いくらか使うとは思いますけども、とりあえずここでは、えー、上限値を見ていきましょう。 GPU が 250W 以上使うことはないと思います。まあ、現実的に見てそこからさらに120引いて220から230から240、そんくらいのね、ワット数に落ち着くとは思いますけども、とりあえずここでは、えー、概算として250を使おうと思います。元々のパフォーマンス想定値、元々の、えー、RDNA2 のいろいろな想定値を考えると、だいたい 1 8 0トがプレイステーションのチップに使われているんじゃないかっていうふうなね想定が結構一般的でしたがまあプレイステーション本体が3 5 0トを使うっていうことが分かった今この1 8 0トっていう数字は当てにならないわけですで 25÷18 でつまりもともとの予想値よりもプレイステーション5の GPU まあ RDNA2 の GPU っていうのはおよそ1.4倍ほどの電力を消費するってことになるんですよ ま、相当上がりますけどね。で、これをもとに、じゃあ RTX シリーズとの比較とかをちょっと見ていくんですが、RTX のパフォーマンスに関しては、NVIDIA によってめちゃくちゃ、えー、まあ、盛り上げられまして、実際、ベンチマークとかが出てきた今、だいたい 2080ti と比べて20%上、4K において20%上ぐらいのパフォーマンス。まあ、そこから2080とかね、2080スーパーに落としてやると、まあ大体、だいたい50%増加とかね、そういうふうなことを言われておりますが、 2080ti と比べた数字っていうのをね、ここでは見ていこうと思います。2080ti と比べて3080っていうのが、もちろん値段は安くなっておりますが、パフォーマンスに関しては、およそ1.2倍ほどになっております。この1.2倍ほどのパフォーマンスっていうのが、まあ、NVIDIA が言ってたパフォーマンス想定値からっていうと、めちゃくちゃ低いんですが、まあ、 一応コスパは良くなってるんで良しとしましょう。で、この数字を踏まえた上で、じゃあ RDNA2 のトップエンドの GPU がどれくらいのパフォーマンスを出せるのかっていうのに関していた、えー、予想、こういうのがね、えー、今までありましたが、それが大体 2080ti プラス15%っていうことだったんですよ。もしこれが本当ならば、えー、っと、3080が1.2とすると、それを割って1.15にしてやって、 えつまりですね、まあ、r t n a 2のトップエンドの GPU っていうのは2000、2000じゃない、3080と5%以内に入るんじゃないかっていうことが想定できるわけです。ただし まあ、まあ、なので、かなりパフォーマンス高いと言えると思いますが、ただしですよ、それは AMD にとっていいことばかりではなくて、まあ、パフォーマンスが増えるのはいいことばかりなんですけども、先ほど話したように、PlayStation 5のチップから消費されている電力っていうのを見ていると、1.4倍だったんですよね。で、今までの予想としては、RDNA2 のトップ台っていうのは、まあ、より少ない電力で3080と同じくらいのパフォーマンスを出してくれるだろう。もしくは3080にちょっと負けるぐらいのパフォーマンスを出してくれるだろう。まあ、そんな感じの予想をたくさん見てきましたが、 もしかしたら3080と同程度のパフォーマンスを3080と同程度の電力消費でやるとかねそういうことになる可能性がありますただしですよまあプレイステーション5のやつっていうのは結構ゴリゴリにオーバークロックオーバークロックしてそうではありますので PS5 が 2.23GHz ですが例えば RDNA2 のトップ台が 2.15GHz ぐらいに抑えられていたとして、それだけで多分 GPU の電力消費っていうのは15%ぐらい抑えられると思います。 GPU の電力消費と、あとクロック数、もしくはクロックを出すために必要な電圧、そういうものを総合的に見ると、大体指数関数的な相関関係になっておりますので、ちょっとクロックを下げるだけで電力っていうのはかなり下げることができます。なので、ここからもともと、そうですね、先ほどの予想値を見て250って使いますけども、250×2 押してやったら500になるんですけども、そこから 悪いくらだ1.2とか,かなまあ結構減らせるんですね。もちろん 400W っていうのはかなり多いんですけども、まあこれはかなり適当な外算になっておりますんで、えー、とにかく言いたいのが、めちゃくちゃ、まあ、ダウンクロック、多少のダウンクロックによってかなり電力消費を下げることができるんで、一応 AMD に関しても CU 数のバランスであるとか、あとはクロック数との兼ね合い、そういうものをうまくやることによって、 電力消費は抑えることはできると思いますが、そうしてしまうと今度は逆にパフォーマンスが足りないんじゃなくかってことになってしまいますので、まあ非常に興味深いところです。AMD のイベント自体、RDNA2 に関しては10月の28日に確か予定されております。配信するかどうかは別として内容が出てきたら間違いなく抑えますので、その時になったら楽しみにしていてください。CPU 側に関しては確か10月の 何日ぐらいだっけまあ、えー、一桁台の日数の間にあるはずですので、えー、そのイベントがやったら、まあ、そちらもね、えー、抑えようと思います。それもね、まあ、CPU 側っていうことで、ゲーミングに対しての関係性はちょっと下がってしまいますが、えー、私じ、私自身のシステムのアップグレードに予定しているものとかね、いろいろ面白いことは話せると思いますんで、楽しみにしていて、くだ。 あそれと、直近で動画予定しているやつで、あの、ちょっと、プレイステーション5のイベントが発生してしまったことによって、えー、私の PC が死んだことに関する動画っていうのがまだ作れてなくて、こっから、あと1日2日ぐらいは、引き続き、プレイステーション5のイベントから分かったことに関する情報、そういうものを中心に押さえていくと思いますんで、できませんけども、えー、まあ、1週間以内ぐらいに、私の PC が死んだ話をできたらなとかね、思っております。まあ、興味ある人はね、ぜひ楽しみにしていてください。 では、えー、この話はこんくらいにしましょう。ちょっと最後の電卓の計算いらんかったね。まあいいや、どうでもいい、どうでもいい。では、えー、楽しんでいただけたら、楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バ,バイバイ。